石が石化しかけてますの。とりあえず人が少ないところ向こう行きますの。もしかしてそのコンタクトの副作用じゃないですの？え、ちょっと外してみますの。うん、進行が止まった気がする。やっぱり石化能力がそんなので簡単に抑えられるわけないんですの。副作用があるインチキなもの作りやがって。魔界に帰ったら作ったやつに文句言ってやる。ごめんね、チャシンちゃん。せっかく付き合ってもらったのに迷惑かけて。紙袋なしでせっかく歩けるようになったと思ったのに。泣くな、メデューサ。私は迷惑とか思ってませんの。コンタクト以外にも何か方法があるかもしれないし、元気出しますの。うん、そうだね。とにかくその悪徳業者だけは許せませんの。まったくこんなインチキなもの。何？ここどこ？え？あ、コンタクト屋さん。真実はどうも。お前がこのインチキコンタクトを売りつけた悪徳業者か！ドロップキックもパワーアップしてる。これならユリネもやれるかもしれませんな。ありがとう。やっぱり写真ちゃんは優しいね。別にそんなんじゃありませんの。メデューサに無駄遣いさせたあいつがムカついただけですの。メデューサのお金は私のお金ですの。はいはい、そろそろ帰りますの。人混みを通るからこの紙袋をかぶりますの。ほーら、それじゃあ石化が溶けるまで歩けませんな。うん、ありがとう、ジャシンちゃん。重くない？重い。少し痩せろ。ひどいな、もう。ん？冷た。お前よだれ垂らしただろう。垂らしてないよ。あ、ん？季節外れの雪ですの。ラララ、それでお台場からメデューサ背負って歩いてきたの？さすがの私も疲れましたの。ごめんね。あんたもちょっとだけいいとこあったのね。ほんのちょこっとだけど。と、いい悪魔モードで油断させておいて。尻尾より足の方が強いのは必勝で、死ぬがいい言えるね。今度こそアニメ写真キャンドロップキックは最終回ですと。写真キャンドロップキック、さすがに話数もたまったから次回以降は何かわけありの感じの投入編をついにお送りできますの。あれ？戻った。一定期間で切れる薬だったみたいね。うん、パワーアップは残念だけど、やっぱりこの姿がしっくりきますな。じゃあ夕飯の支度するね。待ちなさい。せっかくさっきほんのちょこっとだけ見直してあげたのに、私の優しさを無下にしてまた殺そうとしたわね。尻尾も復活したことだし、今晩のおかずは蛇の踊り食いにしようかしら。やめてくれ、踊りたくない。写